ちょっと久しぶりになっちゃってごめんねごめんね。はい、ということで画面の前の皆さん、こんにちは、こてつなです。シーズン3皆さん楽しんでいますでしょうか。まあゴールデンウィークに突入したということもあってね、まあ家の外に出かける用事、まあ今年は特にかな、そういった用事がある方も多いと思うので、まあ朝から晩まで COD やってるよっていう人もね多くはないのかなというふうに思うんですけれども、そんなシーズン3とともにですね、コールオブデューティーモダンウォークエア2、まあ次回作の正式なタイトルロゴの発表というのも行われました。そしてね、そんなタイトルロゴの発表とともにですね、まあ今までも言われていたリーク情報の一つなんですけれども、まあ、射撃場の追加というのがね、いよいよ現実味を帯びてまいりました。コールオブデューティーシリーズの中で言うとワールドウォー2の印象が強いっていう方が多いかもしれませんね。まあ射撃場といって銃はね、いろんなアタッチメントで試し撃ちしてみたりだとか、まあ見た目だったりとかをねすぐその場で確認できるシステムっていうのがね、コールオブデューティーにもあったわけなんですけれども、こちらがまあ次回作モダンオフェア2にも実装されるという話は前々からちょいちょいされていて、で今回ですね、まあ海外のリーカーの方ですね、こちらの方がツイッターでね、まあモダンオフェア2には射撃場があるという事実を考えると、開発はゲームを起動するすべての銃で壊れている可能性のあるアタッチメントコンボを見つけることが期待されます。明らかに武器のバランス調整は必ずしも完璧ではありませんが、まあここに関して期待が持てるんじゃないかというふうなツイートされているんですよね。なので割とリーカーの方はね、なんかもう射撃場があることを大前提でね、話を進めているというかツイートしたりもしているので、まあ 100% 決まったというわけではないんですけれども、やはりこの射撃場という要素に関してはかなり実装される可能性が高いんじゃないかなというふうに思いますね。まあそもそも射撃場の歴史を遡ってみると、キャンペーンではね割と昔から登場してるんですよね。例えばアドバンスドウォーフェアの頃だったりだとか、あとはコールオブデューティー4モダンオフェアリマスターだったりとかでも登場していますし、もともとねこういった射撃訓練場みたいなのはぶっちゃけ作ろうと思えばいくらでも作れたはずなんですよね。ただまあそのコールオブデューティーの1年周期っていう、まあ良くも悪くも本当にその1年で全てが変わってしまう。でまあ悪く言うのであれば、良かったところも1年でなくしてしまう、わざわざそのゼロからのスタートにしてしまうっていうのが、やはりこのコールオブデューティーシリーズのね少し難点だったかなというところで、すごく好評だったワールドウォー2の射撃場っていうのもね、まあその後実装されることはなかったわけなんですよね。ただまあやはり次回作はね、現代戦モダンオフェアの続きのねモダンオフェア2ということで、登場する武器なんかもね相当ね、まあその見た目とかかっこよさに期待が持てる形になると思うんですよ。でやっぱりそこを目的に、なんならこのゲームを購入する方っていうのも多いんじゃないかなっていう風に思うんですよね。そのいわゆるガンマニアの方っていうか、たくさん敵を倒したりだとか FPS そのものにねこう興味がある、楽しみを持っているっていうプレイヤーの方だけじゃなくね、割とそのサバゲーマー的な方というか、その銃そのものに興味があるみたいな方もね非常に購入される方多いと思うので、なのでそういった意味も含めて、よりそのね、まあ、銃を眺められる、いろんな銃のカスタマイズを試せる射撃場っていうのは、まあ実装されるのが自然な流れなのかなというふうには思いますよね。あとはまあアタッチメントの数に関してなんですけれども、今のところは5個が有力らしいです。まあこれに関しては個人的にはヴァンガードのように10個にしてくれたらなというふうには思っていたんですけれども、まあやっぱり10個もアタッチメントをつけて、でその10個によって性能が変わってくる、能力が変わってくるっていうふうになると、まあいわゆるそのゲーム側の計算というかね、プログラムの方が結構難しく、まあバグが起こりやすくなるのかなっていうふうに、まあ今作のヴァンガードを見ていて僕は勝手に思ってたんですよね。実際今作の初期に行われていたバイタルでの状態2発キルみたいなのって、本来意図されていないものだったわけじゃないですか。まあ本来意図されていない状態で発売するなって話なんですけど、まあとにもかくにも10個もねこう性能を変えるものを追加するとなると、まあ割とそこでねちょっとまあ開発的に難しさがあるのかなということで、まあ能力を変更するアタッチメントは5個でいいのかなというふうに思うんですけど、ただそれとは別にね、この見た目を変更するアタッチメントっていうのはね、まあかなり自由につけられるようにしてくれたら個人的には嬉しいなっていうふうに思いますね。見た目だけの変更だったらね、あの能力の変更と違ってこう数値が変わること、まあその計算されている、まあ、威力とかの実数値が変わることはないわけじゃないですか。見た目のみを変更するアタッチメント枠みたいなのがつけられるようになると、個人的には割とみんな丸く収まるのかなというふうに思っております。ただまあこれに関してはほんとちょっとどうなるかはまだわかんないですね。で次にマップに関してですね、これに関してはまだちょっと具体的な例っていうのは全く出てないので、僕の予想というかもうこれは妄想、なんならこうなってほしいっていう願望にはなってくるんですけれども、一応現段階でリークされている、まあそのモダンオフェアのモードっていうのが今までと違って、まあマルチプレイヤー、そしてキャンペーンと、あまあ新しいウォーゾーン2、まあこれは別のソフトと考えて、もう一つのね、いわゆるスペシャルオプスだとかゾンビとしての枠として、まあ COD 版タルコフですね、マルチキャンペーン、そしてタルコフっぽいモードという、まあこの3つが主軸になるんじゃないかという風に、まあ今のところは言われてるんですよ。っていうことを考えると、例えばモダンオフェア2019の時のようにね、まあ 2v2 のマップだったりだとか、あとまあもう一個ね BF を食いに行った逆のね超大人数対戦みたいな、40対40人ぐらいできるんだっけあれ、ちょっともう人数忘れちゃったけど、あの超大人数対戦モードとか、ああいったものの話題って今のところ全く上がってきてないんですよ。なんでまあマップに関しても割と、まあ、せいぜい10対10とか12対10ぐらいのサイズ感に収まってくれるんじゃないかなというふうに思いますね、今のところの感じだとね。でまあその中でね、個人的な要望を言うのであれば、やっ
ぱり BOCW の時のように BOCW の頃はまあ広いマップ、まあ、10対10とか大人数対戦用のマップっていうのをシーズン後半になって作品の終盤になってストライクという形でね結構リメイクし直したりしてたんですよ。ベータ版の段階でも割とねそのクロスフィードストライクみたいにマップでかいマップから一部を切り抜くみたいなことをやってたんですけど、そういったところもね MW2 に関しては積極的に採用してほしいなというふうに個人的には思いますね。まあそもそもねマッチングの対戦人数を変えるのであれば、例えば今作であればね6対6はこのマップしかローテーションしませんよ、12対12はこのマップしかローテーションしませんよっていう風にして、でそれがちゃんと適切なマップのサイズ6対6でねレッドスターをやらせるような愚行をそもそもしなければそれはそれでいいんですけれども、ただとはいえね広いマップを作りたいっていうところも開発者としてはあるとは思うので、例えば MW2019 であるのであればグラナレードなんかはね明らかにまあ周りのねもう本当に半分近くの部分は僕はいらないと思ってるんですよね。まあ、画像で用意しましたけれども、この赤枠囲ってる部分だけであれば6対6であればそこそこいいマップだったんじゃないかって今考えると思うわけですよ。その他にもねアークロフピークとかもまあこれ6対6であると本当地獄みたいなね、日本でも海外でも地獄みたいな評価を受けてましたけれども、こちらもこのね赤枠の真ん中部分だけであるのであれば6対6でもね十分楽しめるマップだったのかなっていう風にやっぱり思うので、まあマップの投票システムなのか、あるいはそういったマップローテーションのシステムなのか、あるいは BOCW のようにまあストライクシステムで補うのか、まあいずれにせよ適切な人数を適切なマップで遊べるように本当に次回作はなってほしいなという風に思いますね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ今後もどんどん MW2 に関する新しい情報出てくると思いますので、その都度ご紹介できたらなという風に思います。皆さんもぜひねこうなってほしいなというコメントをどしどしください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。こてつなでした。お疲れ様です。おーつーぱん。